はい、皆さんごきげんよう。マー君スノーボードでございます。本日はガーラ湯沢から湯沢高原スキー場に行ってみたいと思います。エーデルワイスコースの入り口からまっすぐ突っ切って南エリアに向かいます。途中で止まってしまうのでスノーボードは片足を外す必要がございます。あります。受けたまわります。さあ、スノーボードは板を履き直し一気に下まで滑り降りましょう。コースが開けると綺麗なピステンバーンが広がります。わりかし人も少ないので朝一など気持ちよく滑れます。そしてかなり斜度がありスピードも出るので気をつけて、カービング、バックフリップができない、トルネード、フォーク、カーブ、さまざまな球種を織り交ぜて三振を打ち取ってください。この日のコンディションは思いのほか硬く、転倒するとダメージが大きそうだったのでスピードは抑えました。さあ、すぐ湯沢高原ロープウェイ、湯沢高原へ向かうロープウェイランドの入り口があるのでもう乗っちゃったんです。このロープは支柱がない、釣った状態で一気に湯沢高原まで行きます。支柱がないので結構スリルがあります。支柱がないのでロープが切れたらどうしようと思います。あっという間でもないです。早送りなのであっという間です。結構時間かかります。さあ、頂上に来ましてトップトゥーボトムをやろうと思ったんですが、この初級コースが思いのほか板走らず、全然もうすっごい止まりそうなぐらい、これ8倍速です。8倍速でやっと、でずっとこんな感じなのが、永遠とこんな感じです。でまた止まりそうになったりしてずーっとこんな感じです。結局リフト1本分ですね。滑り降りるのに8分かかりましたので、この動画はこのコースからのトップトゥーボトムは好ましくないと思いやり直しまして、もうちょっとシャドウのある上級コースを使ってトップトゥーボトムをやりたいと思います。ちょっとこれ参考までにこのコースの全容を見てみてください。こんなコースを開放して良いのでしょうか。はい、リフトをもう一回乗り直しまして頂上に来まして、今度は、素直に上級コースですね。トップトゥーボトムでございます。湯沢高原の頂上から、湯沢高原の布場ゲレンダまで一気に滑り降りたいと思います。ここは、スキーヤーなどが多いですかね。気持ちよく滑って降りるコースです。スノーボードもそれほど斜度がきついわけでもなく、カービングに適したコースでございます。この日の雪のコンディションは、しっかりエッジも入りますのでカービングもしやすかったです。本日のカメラはですね、ジンバルをつけております。ソニーのアクションカムにジンバルをつけまして、アクションカム自体の手ブレ補正を切っております。なので若干こうぐらついてるのが
ありますかね。手ブレ補正は切っておりまして、ジンバルのこのバランス、モータージンバルだけの、性能で、ブレをなくしております。ジンバルです。これはちょっとブルブルっとこうブレてるのは、まあジンバルの限界というところでしょうかね。カメラの手ブレ補正をオンにするとこのブルブルっていうのがだいぶ、なくなりまして、ちょうどいい感じになると思います。はい、リフトをもう一回乗り直しまして頂上に来まして、今度は、素直に上級コースですね。はい、レストランの前を通りますね。この前を通っていかないと、下山コースに行けません。広い方のメインバーンですね、メインバーンの方に行っちゃうと下山コースの方に登れないので、もう一回リフト乗んなきゃいけなくなっちゃいます。さあ、レストランの前の細いコースを滑りますと、ロープウェイの降り場や、ランドの降り場、そして下山コースのあるエリアですね、ここに来ることができまして、はい、ここから下山コースでございますね。さあ、行ってまいります。この雪不足の中、布場ゲレンデまで降りれる雪があるという奇跡ですね。ガーラ湯沢の下山コースは、クローズしちゃいましたね。湯沢高原だけは下山コース空いております。素晴らしいですね。これ滑らないわけにはいかないですね、なんてすっごく楽しみに来てます私。はい、普通のピステンバーンですね。普通のっていうか、あの程よい斜度があって、うねりも少ない、まあ雪が少ないんでうねりがちょっと多いですけど、カービングできる程度で大丈夫ですね。そんなひどいうねりでもないんですけど、やっぱちょっと雪不足感が否めないですかね。うねりがあるんで、でここで急に曲がらないといけません。ここで急に曲がりますと、さあ一気に道が細くなりますね。こっから急に細い道が続きます。左側は崖でございます。すってんころりん落っこちたら、滑落です。見事に滑落でございますね。シャレになりませんので、気をつけて降りてくださいね。アイスバーンなんかだった日はですね、下山コースちょっと避けた方がいいかもしれないですね。細いコースが細いです。俺これアイスバーンだったら嫌だなって思いますね。ショートターン、ショートターンですからね。でエッジがすっぽ抜けたりなんかしてね、ステーンなんつって、でちょっとね、あの傾斜のついた崖に向かっちゃったらそのまま崖に滑落しますからね。これちょっとつかの間の広いバーンなんかもあるんですけど、もう後半はもう細い道だらけなので、崖ですからね、崖をジグザグに置いていくだけのコースって言っちゃそれまでなんですけど、若干バンクドスラロームにもなってますので、ね、まあ、初心者の方にはちょっと難しいと思いますね。自信のある方だけ、自信のある方だけが行った方がいいです、ここは。はい、では、解説はこの辺でどうぞご覧ください。
して下山コースを維持してしっかりロープウェイ乗り場に行かないと歩く離れになりますからね。これですね、ロープウェイ、ロープウェイ、ひらりですね。ここが布が上げるんですけど、下山コースでございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。